はい、皆さんこんにちは。今日はね、うちの畑の整備をします。まずね、畑の概要ですけれども、はい、奥に梅の木が9本あって、右手、ブルーベリーとリンゴとシャインマスカット、ブドウですね、の苗木が1本ずつ植わっています。そして左側、ここにね、ニンニクと玉ねぎを植えてます。で、その奥にタラの芽の苗木が1本あって、間違って切っちゃったんだけど、うん、で、奥にあの栗の木があると。で、あのちょっと笹がね、茂ってる部分がある。まあこんな感じなんですけれども、今日はね、まあいろいろやることあるんだけど、まあ本当はね、梅の剪定もうちょっと早くした方が良かったんですけど、遅くなっちゃったけどね、まあバツバツ切っていくっていうことと、果物の苗木の網をね、しっかりした囲ってやると。というのも、去年ね、あの鹿に食べられたね。結構ね、葉っぱだの芽だの食べられちゃって、これから春になって芽が出てくるので、まあそうならないように囲ってやると。あと左側のあの竹だね、竹の畑の方で、ね、あのニンニクと玉ねぎの畑の部分ですけれども、まあそこについてはあのまあ日当たりよく栗の木のね古い枝を少し落としたいのと、あと笹のあたりあの辺をね刈り払うということで、やることいっぱいですね、母さん。そうだね。はい。ではちょっと少しずつやっていきましょうか。はい。はい。なのでね、これはちょっと。切れるね。はい、ここ畑です。手前にニンニクで奥玉ねぎですね。で、大雪が降ったりした時にね、あの竹倒れちゃったりするので、もっとね、ここはしっかりこう打っときたいね。ニンニクすこぶる元気ですね、母さんね。ニンニクね、出てきたね、うん、はい、大きくなったね、うんうん、はい、こちら玉ねぎです。はい、玉ねぎの方はね、ニンニクほど成長良くなくてですね、というのも多分霜とかが降りて、霜とか何度も降りてね、あの土が盛り上がったりして、ものによっては根っこが出てきちゃったものとかあったもんね。うん、あったね、うん、まあ、これからね、そうそう、大きくなってくれるといいですね。結構雪とかで落ちちゃったりしたもんね、母さんね。緩んじゃったね。うん、で緩んだり、ね、物によっては切れちゃったりしたからね。まあこれで、あと雪もないだろうし、うん、大丈夫じゃないでしょうか。はい、そしてここブルーベリー、母さん。あ、これか。これね、間違ってね、刈り払い機でちょんって切っちゃったやつですね。うん、はい、リンゴの木、リンゴの苗木ね、去年植えまして。はい、下の方ね、あの枝出てますよね、うん、もちろんね、上にも出てたんですけど、全部鹿にやられちゃったんです。で、皮、
ここほら剥がされてるでしょ、うん、変わってね、なくなっちゃってる、ね、これも鹿にやられたんだよね、うん、ということで今日ねネット張りますね、はい、はい、同じくね、シャインマスカットの方もこっちはね皮はあんまり、まあ、ないっちゃない感じなんで、うん、皮は食べられなかったんですけど芽がね出てくると葉っぱね、新芽が出てくるとね、もうバカバカ食べられちゃってね、うん、全然大きくならなかったですね、去年ね。そうでしたね、うん、このままじゃまずいのでまたね、しっかりネット張りましょう、はい、はい。あのネットだけじゃ足りなかったんで、100均でね、ネット買ってきました。こちら100円ですね、1メーター×2メーター、うん、いいね、母さん、いいね、いいね、うん、これを継ぎ足せば、なんとかね、くくえるんじゃないかなと思ってね、3本ね、まあ、高さが1メーターで高さはそんなにいらないんじゃないかな。こういうのがあるとさ、うん、ジャンプしてさすがに来ないと思うんだよね。来たりしてか、分かんない。あえてたるんでるとさ、平気でそこ踏んづけてきそうだよね。フィンと張ってあると来ないかもね。ほら、だいたいとんがったんですね。うん、いいろ。刺さるかわかんないけど。よし、できた。これどうしよう。これはね、はい、出入り口です。これね、なるほど。あ、ちょっと待って。なるほど。これは出入り口ね。うん、なんかこう、まあ、入るとき閉めなくてもいいんだけど、うん、こう出るときね、最後ここに刺すと。うん、で、ここをブルーベリーあって気をつけるんだけど、はい。こうね、こっちが、ここ弱いかな。大丈夫かな。そこが、あ、そのブドウの方ね。そうそう、ビニールテープやってるけど、うん、まあ、大丈夫なんでねえか。まあなんか竹かなんかぶっ刺してもいいね。入れませんよっていう感じでね。そうね。うん、とりあえず形はできたね。形はできたね。うん、あとまあ補強するのは簡単だからね、うん。これちょっと様子見てみましょう。そうだね。はい、母さん、タラの目も大きくなってきたべ。あ、本当に、うん、本当にこれは目だ。黄緑色でね。ね。なんかみずみずしい感じがするよね。本当だね。楽しみだね。楽しみだね。ただこれは取りませんよ。はい、これはね大きく育てますんでね。もうちょっと育てないと取れないね。そうだね。はい、大体終わりましたね、母さんね。終わりましたね。あ、梅の木、はい、栗の木と、あと奥のね、柿の木もね、はい、枝バツッと落としました。真ん中の葉先の柵、グラグラしてたやつね、うん、しっかり固定して、はい、あとこっちです。はい、そしてね、果樹3本、しっかり囲いましたね。囲いましたね。これ大事に育てたいね、母さんね。そうだね。はい、日当たりも良くなったね、そこ切ってね。そうだね、ここね、日当たり良くなったんでね。うん、なった玉ねぎとニンニク楽しみだね。はい。はい、じゃあね、今後もね、いろいろ問題が出てくると思いますけど、その都度ね、知恵を絞りながら、頑張っていきたいなと思います。では、この動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。